しまったみたいです。こうなったらもう彼の肉体は、そんな
我らが体毛はなったのだから、あの方はキーヤ様はきっと、うん、最後まで弱いごとでも哀れね。はい、気にすることはないよ。あの狂気の薬を大量に飲んだ時点でもう、うん、そうね。できれば私も助けたかったけれど。ああ、最後まで彼の妄想を晴らすことができなかった。できればきちんと裁きを受けて自分の罪を受け止めてほしかった。そうでないと彼自身も、彼が犠牲にした人たちも。ロイド、ロイドさん。ほら、何をしけたつらしてやがる。ランディ、俺たちは全能じゃねえ。全てがうまくいくわけがねえんだ。それでも精一杯やってここまで来れたんだろうが。ベストとは言わねえが上出来ってもんだぜ。ランディ、かつてのローチ制圧作戦では多くの教団信徒たちが自決しました。ガイさんやアリオスさん、課長たちは屍を越えて私を助けてくれました。避けられない犠牲も時にはあるのだと思います。ティオ、彼は自滅してしまったけど、まだまだ後始末は残っている。クロスベル全域の混乱、それから操られていた人の安否も。落ち込んでる暇はないと思うわ。エリー、ありがとうそうだな、へこんでる場合じゃないか。それにキーヤや課長との約束もちゃんと守らないとな。ええ、全員で無事にあの子の元に戻る約束、それと課長に一人前と認めてもらう約束ですか。なんとかどっちも守れそうだぜ仲間かどうやら幕引きみたいね。本当は最後まで手を貸すつもりはなかったんだけどレイベに影響されちゃったのかしら。レン、これでクロスベルでのレンの心残りは全部なくなった。なかなか楽しかったけど、レンがいると混乱しそうだし、そろそろ失礼するわね。レン、何エステル、レンはまだ捕まる気はないわよ。うん、レン、もうあんたは私たちに捕まってるわ最後に別れてから半年、一度リベールに里帰りしてまたここに来てから3ヶ月、私たちはいつでもレンの気配を肌で感じてたわ。人形工房にいたことも知っていたし、ちょくちょくクロスベル市に遊びに来ていたのも知っていた。さすがに動力ネットで君を捕らえるのは難しかったけどね。当たり前じゃない、レンはキティ、誰にも捕まれないんだから。私たち以外にはね。今私たちはレンのことを全て知った。あんたの過去、悲しみ、そして嬉しいことや楽しいことも、もう逃げ切れないわよ。諦めると思ったのに、楽園のことしたら
諦めると思ったのに。2年前の私だったらひょっとしたらそうだったかも。でもみんなやレーベ、そしてレンに出会えたおかげで私は強くなれた。過去のどんな出来事も今のあんたを形作っている大切なものだから、今はただ愛おしくて仕方ないわ。本当だったらご両親の元に戻った方がいいのかもしれない。でも僕たちはどんなにわがままと言われようとも家族として君を引き取りたい。それがクロスベルに来て僕たちが改めて出した結論だ。君もレンのこと。ダメ。捕まえた。ありがとう、パテルマテル。マイスターに調整されて自分の意思で動けるようになったみたいだね。もう逃がしてあげないんだから。これからどこでどんな風に暮らしていくか一緒に考える必要はあるけど、まずは一度リベールに帰りましょう。ティータもずっとレンのことを待っているわ。本当によかった。はい。さすがにじんときちまうな。みんなありがとう。本当に君たちにはなんてお礼を言ったらいいのか。いや、俺たちは手伝いをしただけさ。君たちは君たちの手でこの結果を手に入れたんだと思う。よしや、おめでとうって言わせてくれ。ありがとう、ロイド。一刻も早くキーヤちゃんの顔が見たくなってきたわね。はい、それにサイトと課長にも。そんじゃあぼちぼち戻るとすっか。ああ。特務支援課、撤収準備。捕らわれた人たちを護衛しつつ、マフィアたちの身柄を確保しながら地上に戻ろう。ああ、朝日が綺麗です。ああ、それに暖かいな。ライダー、この声まさか。キア、よかった。ライダーもエリーもティアもランディも無事で。うん、どうしてキアちゃんが。しかも偉い大所帯じゃねえか。先ほど市外に展開していた警備隊員たちが全員気絶した。それで取り急ぎ彼女を連れてこちらに出向いたというわけだ。まったく、連れて行けとダダをこねられて困ったぞ。これだから支援課はしつけくらいきちんとしておく。
そう言いながらわざわざ連れてきてやるあたりがお前らしいがな。セルゲイさん。副司令にノエル総長も。皆さんお疲れ様です。こちらの部隊もようやく身動きが取れるようになったわ。それで様子を見に来たんだけど、とりあえず危機は去ったのね。はい。不気味な魔獣たちも全て姿を消してしまいましたし。おかげで全員連れて帰ってこられたぜ。ま、マフィアたちは拘束して地下に置いたままだが。むしろこれからの方が大変かもしれませんね。そうね。市民への説明と諸外国への対応、操られた警備隊員たちへのケアもきちんとしないと。マフィアたちも一通り拘束する必要がありそうですね。そして今回の事件に関する一連の証拠集め、一ヶ月は大忙しだろうな。ギルドも協力させてもらおう。感謝する。確かに死ぬほど忙しくなりそうだが。でもなんだか全てがいい方向に行きそうね。ああ。うん。ロイド、エリー、ティオ、ランディ。詳しい報告はゆっくりと聞かせてもらうとして、とりあえずケリはつけてきたか？な。上出来だ。これでどうやらお前たちを一人前として認めてやることができそうだ。ガイのやつも喜んでるだろう。課長。はいはい、ちょっとどいてどいて。グレイスさん、こんなところまで。こんな美味しいネタを見逃すわけにいきますかって。何はともあれ、まずは一枚パシャリと行かせてもらうわよ。ほら、全員入った入った。やれやれ。写真撮ってもらうの？ああ、にっこり笑うんだぞ。うん。サイト、入りましょう。さすがに遠慮した方が良さそうだね。ほらほら、遠慮すんなっつろ。ジョーちゃんも入ってけよ。それじゃあ遠慮なく。まったく。たまにはこういうのも悪くなかろ。ほら、副司令も課長さんの横あたりに。はいはい。でもこれどんな絵面になるのかしら。さあ行きますよ。はい、チーズ。クロスベルに恐るべき混乱を引き起こした DG 教団の存在、それに利用されたマフィアと薬物によって操られていた警備隊、そしてハルトマン議長をはじめとする数々の有力者たちの不始末、事件の概要はクロスベルタイムズによって報じられ、前代未聞の大スキャンダルへと発展した。ここに至ってマクダイル市長は警察局長、警備隊司令、両名を解任。各課の責任者やソーニャ副司令に事件の徹底究明を命じた。ダドリー捜査官をはじめ、今まで上層部に押さえつけられていた捜査官たちによって、帝国家議員のみならず共和国家議員にもよる教団とのコネクションが洗い出され、
何名もの逮捕者が出るに至って、クロスベル政界に対する市民の不信感は頂点へと達した。そんな中、IBC のディーター総裁が次期市長選挙の出馬を電撃表明し、引退するマクダイル市長の理念を継いで健全な政治体制の確立を公約に掲げた。そしてマクダイル市長もまた、逮捕された議員たちの補欠選挙の出馬を表明し、早くも次の議長候補として各方面から期待されているという。そして事件から1ヶ月後、そのマクダイル市長によって俺たちは視聴者のホールに呼ばれた。エステルとヨシアはレンと共にリベールに帰ることになった。遊撃士協会の人手は減ることになるが、政治改革が行われることによって警察の体制もよりよく変わるだろう。今後は一層ギルドとも協力しつつ、彼らの負担も減らせるかもしれない。別れ際、レンは俺たちに改めて気になる言葉をかけてきた。500年前の真実と、キーヤがオークションにいた経緯、そして俺の兄ガイ・バニングスを殺めたのは結局何者だったのか、全てを見通すような彼女にもそれらの真相は分からなかったという。だがそれを解き明かすのは、俺の、いや俺たちの役目であるはずだ。いつかまた再会する約束をして、俺たちは彼らと別れの言葉を交わした。そして白熱した市長選が終わり、俺たちが通常業務に戻った日、特務支援課の玄関に真新しいカバンを持ったキーヤの姿があった。本当に大丈夫か？やっぱり初日くらいは俺もついていった方が。大丈夫、ちゃんと道も覚えたもん。それにリュウとアンリも一緒に行くんだし、ライダ心配性すぎ。でもな。まったくもう、本当に親バカなんだから。あなただって小さな頃は子供たちだけで日曜学校に通っていたんでしょ？まあそれはそうだけど。そういうエリーさんもそわそわしまくってませんか？これはその保護者の差がというか。やれやれ、せっかくのキーボーの晴れの日だ。もう狙われることもないんだし、せめてきちんと見送ってやろうぜ。いやまあ分かっちゃいるんだけどさ、なんだか子供を持つ親の気持ちがわかる気がするわ。お前らこそ新市長から相談に呼ばれてるんだろう。そろそろ出かけたらどうだ。はい。それなんですけど、課長ご存知なんでしょう。一体どんな相談なんですか？それは新市長から直接聞いた方がいいだろう。とにかく今日はお前たち全員にとって新たな一日になるはずだ。せいぜいしっかりやってこい。わかりました。やれやれ、また忙しくなりそうだな。まあ忙しいのはいつものことですけれど。それじゃあキーヤちゃん、通りまで一緒に行きましょう。行ってきます。
私を